証券ですね。smbc 日興証券。 今は三井住友フィナンシャルグループ参加のですね、証券会社としてこうやってますけど、シティとくっついたり、2000年代はですね、特にね、ほんと運用曲折あった会社なんですけど、今は三井住友銀行と一緒に、銀行と証券の連携ってことで、銀行からお客さん紹介してもらいながらですね、個人営業のリテールの方も、投資銀行の方も伸びて、大和証券1捉えようかっていう、まあ、そんな会社ですね。日光がどんな会社で、どういう商売をしているかとか、業界の立ち位置とかですね、その辺含めて複数の方向から、 深くえぐっていきましょう。まず日光証券の歴史からなんですけど、日光証券は、川島屋商店と日本工業銀行、この2つの会社が一緒になってできるんですが、川島屋の創業はですね、1918年ですね。だから創立100年以上経ってる会社なんですが、川島屋商店作った方は、遠山玄一さんです。埼玉の土地持ちの農家経営してたお金持ちの長男だったんですけど、 川島屋の名前は、この遠山さんの出身のですね、地元の地名から名前を取ったそうですね、川越のちょっと奥ぐらいにあります。で、豪農のお坊ちゃんだったわけなんですが、政権の没落っていうことで、16歳の時にですね、兜町、今の海場町にある株の町ですが、そこの半田陽太郎商店にですね、家が貧乏になっちゃったんで、デッチ暴行に行きます、住み込みで働くっていうことですね。で、1918年、28歳で独立して、川島屋商店を作っていきます。 一方、日本工業銀行ですね。官業銀行、日債銀とともに特殊銀行って呼ばれる政府系の金融機関ですけど、今のね、水保銀行になる会社です。特殊銀行は長期債を発行できてお金を集めてですね、10年くらい長い資金を企業に、その時々に没行する企業に貸し付けできた銀行ですね。産業政策的な役割を担う銀行です。この工銀が1920年に証券会社作るって言って、旧日光証券ができます。 途中の創業者とか鈴木商店の人が出資したりもしてるんですけどで1944年に合併します債券に強い公銀の証券会社と株に強い川島屋証券が合併して今の日興証券の原型ができるっていう感じですね 戦後は日光証券を遠山さんが社長として経営していくんですが1964年まで経営してですね兜町の天皇なんてこう言われたっていうね記事もありましたけど82歳で亡くなる方ですね結構長生きっすよね相場に携わってる方で長生きっていう方も結構珍しいんですけど昔豪農として繁栄してた家が亡くなったっていうんでふるさとに家を作って没落した政権をもう一回土地を買ってですね再建してますこのエピソードで義理がたい人だったんだなっていうのが伝わってきますよね今今の遠山記念館っていうところですね今度行ってみ ますが、で戦後はですね日興証券は四大証券として野村山一大和日興っていってバブル崩壊までこうやっていきますが大きく変わってくるのが日興証券はですね1997年ですね金子正志社長がトップについてからです。 翌年1998年にこの金子さんは法人部門をですねシティグループと提携しますアメリカの金融グループですねそれまで三菱系の会社と取引が多かった日興証券は法人の投資銀行部門をシティと提携して1999年ですね日興ソロモンスミスバーニーというのをシティと日興が合弁で作ってやっていきますちなみにソロモンってソロモンブラザーズって言って昔債券の最低取引でですね日本市場を荒らした外資系投資銀行ですねこうして日興証券は三菱グループからだんだん離れていきます 2001年には持ち株会社を作って名前変わってですね日光コーディアル証券になってますねで2006年に粉飾決算が起こります 日光コーディアルの子会社の子会社にあたる孫会社のですね損失を計上しなかったっていうことで日光コーディアルの株も一時期上場廃止になるんじゃないかみたいな話もあってですね結構話題になった事件なんですけどこの粉飾決算の発覚で金子会長は辞任してですね今は40歳年下の奥さんをもらって余暇を過ごしてるっていう形ですねで2007年に完全にシティに飲み込まれますシティグループが日光コーディアルを買収して傘下に収まったって感じなんですけど2008年ですね翌年にはリーマンショックが起こってアメリカのシティ・ 本体がですね業績が悪くなったんで三井住友 SMBC がシティから日興証券を買い取って2009年から SMBC と提携してやってきてるって形ですねもともと三井住友は大和証券の方と仲良くやってたんですけど大和はですね独立の意欲が強くてシティから売りが出た日興証券を傘下に収めたっていう形ですでただちょっとややこしいのが日興アセットはですね投資信託を作ってる会社の日興アセットっていう会社があるんですけど野村アセットに就く業界2位の運用会社ですがこの時 三井住友 SMBC は日光のアセットは買わなくて日光アセットは三井住友トラストの方に今行ってるっていう形でですねまあ、ややこしいんですけど銀行系が証券会社を欲しいっていうこの時期でですね日光証券は2000年代はですね銀行に振り回されてやってきましたで最近だと2018年ですね SMBC の傘下の s m b c フレンド証券っていうところがあったんですけど2018年1月に日光証券と s m b c フレンド証券はくっついて今一緒にやってるっていう形ですね日光証券のの業界での立ち位置なん ですけど業界の中では3番手っていう形でですねぐんぐんですね台話には迫ってきてる感じなんですけど台話は三井住友と離れちゃって SMBC は日興と一緒になってからこう銀行とかお客さんですね銀行が証券にこう紹介してくれますんでお客さん紹介してくれますんで投資銀行部門含めて法人のお客さんもですね紹介してもらったりしてリテールと投資銀行ともに伸びてきてるって感じなんですけどただ日興はですね商品的にも仕組み債とか手数料が高く抜けるですね商品結構力入れてガツガツ稼いでるの なので台湾はですね残高を積み上げていくって方針なんでなかなかね利益的な面だけ考えると日光は台湾にこう追いついてきてるって形ですね,ね証券会社がどういう商売をしているかっていうとまあ、証券会社はですねどこの会社も基本的には同じことをしますんでですね大きくは違わないんですけど証券会社はリテールと投資銀行に分かれますリテールのが圧倒的に人数は多いんですが 支店に営業マンがいて、近くのこう法人とかですね、中小企業のオーナーとか、おじいちゃん、おばあちゃんの高齢者にこう会いに行ってですね、お金持ちのおじいちゃん、おばあちゃんに会いに行って、株を売ったり、外債、海外の債券ですね、オーストラリアの国債とかです。で、投資信託、保険も売りますね、日興証券、保険力入れてますね。で最近は仕組み債っていう、この銘柄がですね、例えばトヨタの銘柄が、えー、5000円だとすると、3000円まで下がらなかったら、金利5%もらいますけど、3000円まで強烈な下げが来てしまったら、 株としして渡しますすみたいなですね、まあ、そういうねあんまりこうよろしくない商品を売ってるんですけど仕組みは証券会社からするとたくさん手数料もらえますんでですね、まあ、こういうところがですねちょっと微妙かなと思うんですけど日興証券のポイントは三井住友銀行からですねお客さん紹介してもらいますんで。 あのメガバンクのお客さんを紹介してもらえたらですねそれは結構忙しいイメージだと思うんですけど証券会社で普通に新しいお客さんを作ろうと思うとやっぱね預金額がですねこう見えませんので住友銀行から紹介してもらえるとこの人ですね預金通帳これくらいあるなっていうのが分かりますんでその預金をですね投資とか株とかに移動しませんかっていう感じでですね結構ね昔のように新規のお客さんを取るよりは圧倒的に営業としては楽だとは思うんですけどいつい住友銀行と日興証券の提携はうまくいってる形に見えますね。 あと投資銀行ですね投資銀行って何やってるかっていうとざっくり株とか債券の引き受けとあと M&A ですね ま引き受けてですね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですが投資銀行のバンカーと呼ばれる法人営業部隊がですね、お宅の株とか債券をうちが引き取ってうちのお客さんに売ってみせますって感じでですね、相手の会社からしたら債券を発行して証券会社が引き取ってくれたら借り入れができますし株を発行できたら資本市場からお金を調達できますんでですね、投資家からお金が振り込まれますんで株式を新たに発行してお金を集めてくるっていう,です、ね、そう,いう資金調達のサポートをするわけです。 でここもポイントはやっぱり三井住友銀行との連携ですね、まあ、三菱ともともと日興証券仲良かったんですが三井住友に代わって三井住友の有識企業のネットワーク使ってですね三井住友銀行がメインバンクになっている会社ってたくさんありますんでそこを紹介してもらってですね増資しませんかとか債券発行しませんかとか M&A しませんかって言ってですね引き受けの手数料をもらったりアドバイザリー手数料をもらったりします M&A は買収っていう意味ですね こんな会社が売りに出てますんでオタクとくっついたらこういう相乗効果ありますんでこの会社買いませんかみたいな感じでですね M&A は投資銀行からしたらですね、アドバイザリー手数料も入りますし、その他それに付随した資金調達のサポートをするパターンもありますんで、あと法的な問題とかですね、M&A は投資銀行どこも力入れてます。まあ、日光はね、小口案件が多いようなイメージなんですけどで、日光証券の業績ですね、これ見ていきますと、証券会社は基本的に、基本マーケットが上がればですね、儲かりますし、マーケットが下がればですね、そんなに稼げないっていうことなんですが、もちろんそれだけじゃないですが、基本的にはっていう意味でですね、 ででもですね過去10年間見ても2011年とか12年とかはですね相場悪かったにもかかわらず赤字には一回もなってないっていうところはですねいいっすよね。 これを見ていくといいときには1000億円レベルでお金を稼げて悪いときは400億円レベルという、まあ、そんな感じですね400から1000億ぐらいのそれぐらい毎年稼いでる会社ですで流れから言っときますと2013年からですねアベノミクス始まって日経平均がどんどん上がっていきますんで、まあ、証券会社どこも儲かっていくんですがそこで業績が上がっていきますねここから2016年3月期に下振ぶれてまた2018年相場が戻ってきてですねトランプ相場とか自民党勝利とかしたときなんですけどアメリカ株日本株も上がってですね日光証券アメリカ 株力ててまままますすすんでででね、ま、た900億円レベルまで戻ってきますそこから米中貿易摩擦が上がって、またマーケットが下がっていって、ですね2019年3月期から下振れてますけど、今、ですね足元ですね過去30年ぶりでしたっけ、高値ね、ね日経平均取ってきてますんで、これ、一番右の2021年3月期のところのこの300億っていう営業利益のところはですねこれ半年間の稼いだ利益になりますんで、もう半年間で300億円稼いでる企業なんで、ですね足元どこの証券会社も環境はいい状況です。まあ、相場がが落ちればガラッと変わりますが で何で稼いでるかっていうのを分けるとですね、こんな感じのグラフになるんですけど、この赤いところが株ですね。全体の収益の中では株式の手数料はですね、こう意外に少ないですね。まあ、大和証券もこれぐらいなんですけど、野村もうちょっと株が多いって形なんですが、基本はですね、外債、仕組み債、このオレンジのところですね、トレーディング収益っていうところが高いって形です。まあ、国債の売買するトレーディング益も入ってくるんですけど、証券会社にはトレーダーっていうですね、金融機関から国債の注文が来て、それを裁くですね、仕事があるんですけど、ここで鞘を抜いて、 てる金額がオレンジのところにも入ってるんですがこのオレンジのところのメインは仕組み債とか外債なので日興証券は手数料がが高いい仕組み債をっってて稼いでるっていうのが分かりますよねこのピンクのところがですねアメリカ株が多く入ってると思うんですけどここのピンクのところも10年前から見るとですねどん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 こう増えていってますんで日興証券がアメリカ株に力入れてるっていうのも分かります。 日本株よりアメリカ株の方が手数料高いんで、でですねでこのですね白い部分、ですね赤の上の白い部分、ここが投資銀行の引き受けが入ってくるところなんですが、まあ、年々、ですね三井住友のところから企業を紹介してもらいますんで、引き受けの手数料、投資銀行での収益も上がってきているってのが分かりますね。であととここここのの灰色のところでですすねここも伸びてきてきるんですけど この灰色のところは投資信託とかラップ講座っていうですね、まあ、投資信託みたいなものがあるんですが、その金額を積み上げれば積み上げるほど信託報酬っていうですね、証券会社がお客さんから預かってるだけで毎年1%とか手数料入りますんで、投資信託とかラップ講座の残高を増やしていこうっていう感じでですね、日興証券もやってるって形です、まあ。どこの証券会社もそうですけど。この灰色の部分には投資銀行の M&A のアドバイザリー手数料も入ってくると思いますんで、まあ、投資銀行系ね、力入れて伸ばしていきたいところだと思います。 リテールだったらアメリカの株と仕組み債の販売と投資信託ラップ口座の積み上げ投資銀行のところは M&A とか債券とか株を発行してもらって資金調達をしましょうっていう感じでですね企業の資金調達を手助けしてあげる業務ですねこの辺が伸びてるっていう形ですで次に社長さんですね近藤雄一郎社長です SMBC の傘下になってからずっとですね銀行系の社長がこう甘くなってきてたんですけど久々に日興証券の生え抜きの近藤さんが社長についたっていう会社ですね この近藤さんは同志社から日興証券に入って、去年の4月からですね、まだ1年経ってないですけど、社長をやってます。ただですね、会長は SNBC の会長が居座ってますんで、まあ、銀行参加なんでですね、日興証券は SNBC に買われちゃってますんで、常にですね、銀行の目を見ながら経営する会社が日興証券という形ですね。管理職もですね、銀行から甘くなってくるパターンとかありますんで、なかなか日興証券に新卒で入ってですね、 日光証券のトップのトップまでつくっていうのは、ですね、やっぱりね、えー、銀行参加だと難しいなっていう印象はありますよね。で日光証券の社員数なんですけど、10年くらい前からですね、8000人規模から1万2000人ぐらいまで、えー、一時期増えてますね、まあ、銀行と連携して、まあ、需要もたくさんあると思いますね。で,で、すね、営業マン、どんどんこう増やしていったって形だと思うんですけど、ここ2年ぐらいはですね、そんな増えてないっていう、まあ、そんな会社ですね、1万1484人が20年3月期の社員数って形です。 そんな感じで今回は SMBC 日興証券の企業研究でした営業はですね基本お客さんのところに行って結構ね手数料高い商品売らなきゃいけなさそうな会社なんである時ですねこんなの儲かんないじゃんって気づいて葛藤とかはですねこうあるかもしれません証券とか金融は形のないものを売るんでですね営業力はつく会社だと思いますねで野村台場と違うところはやっぱり銀行参加になってますんで入ることを選択した会社なんでですね将来的に出世してもまあここまでかなっていうのはですね他の2社よりはあると思います と思いますねで三井住友銀行のお客さんにご証券買ってもらうのはですね SMBC も力を得てますんで採用的にはですね野村大和より人欲しい状況で入りやすいのかなっていう感じはありますね。 あくまで外から見てる分にはですがで、投資銀行のところは採用も別になってましたけど、高度な金融知識必要なところなんで、入ってですねいっぱい勉強するって形だと思いますが、投資銀行は業界的にもですね人の行き来、人材が流動的なんで、いずれですほ、ねまあ、他に転職して、うん千万みたいなですね年収欲しい方には、投資銀行、日光の投資銀行部門ですね受けてみるのもありだと思います。まあ、そんな感じででで今回は日光証券の企業研究でしたお疲れ様ですババイバイ